SCP-2539。アイテム番号、SCP-2539。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-2539 は保守点検という暫定カバーストーリーの下に封鎖されます。財団保安職員が SCP-2539 の利用を試みる民間人の監視、静止任務につきます。説明、SCP-2539 はニューサウスウェールズ州ロードハンプトンの近くに位置する長さ 3.1km の道路です。SCP-2539 を自動車用で通過しようと試みる人物は500メートル走行した時点で消失し、7から8時間後に SCP-2539 の反対側に再出現します。再出現した人物は典型的には深刻な脱水と熱中症の兆候を示しており、これは症状を防止するのに十分な供給品が提供されている場合でも同様です。SCP-2539 の主要異常性質に影響された人々は、消失している期間はずっと SCP-2359 を走行していたと報告します。すべての報告には、ミリアム・ウェルズという名の人物が関与しています。この実態の外見描写は、2009年末の定期パトロール中に失踪したハイウェイパトロール警官のミリアム・ウェルズと一致します。彼女は通常、私服を着ており、対象者に方角を尋ねようと試みる旨が説明されています。観測されたケースの少数において、対象者はこの女性を車内に乗るように説得できたと報告します。これらの対象者は全員、後になって車両の荷物コンパートメントで大幅に焼け焦げて腐敗した人間の肉片を発見しています。この肉片の原点は不明です。